はい、皆様こんにちは。ザ・リーグ関西 A1 リーグの模様をお届けしておりますが、はい、いよいよ前半最終戦と、はい、そうですね、になりましたですね。はい、実況の久保でございます。そして解説の林さんでございますよ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ティーチャースタートにリュートン、かっこいい。先ほどの大きなトップでしたからね。なんちゃスタートにすごい顔してる。ラスラスの顔してんな。そうなんですよ。もう持ちチップ30枚まで減っちゃいましたからね。黒子なってるやん。そうですよ。はい、頑張っていただきたい。高田正宏でございます。はい、そして、シャチャスタートは川ちゃんであります。川、はい、ちゃんはすぐに肘が前に出て、はい、手が隠れて見えなくなる癖があります。はい、手配を見せてください。ぜひ注目していただきたいと思います。川ちゃんの肩興味ある人おらんのよ。あ、そうですか。ああ、どうしたらいいのかもしれませんけど、ね。はい。さあ、この3名でお届けしていきたい最終第15回戦でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ザンリーグ、新規会員募集中。詳しくは概要欄から。さあ、ということでございまして、先ほどトップを取りましたリュートンがチーチャーになりました。ドラがチーソー、うん、まあ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 、ちょっと暗さが漂う、花一枚抜いて、ね、一面ツドラなし。さあ、そしてこちらは9万元こうトンガ統一、こちらはドラもない、花もない、赤もない、本因通告しみたいなね。さあ、これはまた開局からおとなしみの立ち上がりになりそうな。そうですね、今15半ちゃん目で、今100万テンパ1回ぐらいかな。そうですね、数アンコウのテンパとかありましたね。うん、オクシムソウイーシャンテン、中連ポートイーシャンテンとかそうありましたけどね。ああ、ありましたね。小数詩イーシャンテンとかはあったけど、ね。ああ、小数詩イーシャンテン。役満自体はまだ起きてないっていう、ね。出てないですね。カズエも含めまして出てないですね。うん、花四とかもなんかそういうのじゃないですね。花四も一瞬花四がさらされましたが、上がりには結びつかず。なってないか。なるほど。花四をさらしたのも、スワンコを転敗したのも、この高田正宏ただ一人でございます。はい、さすがやね。必死で関西 A1 の視聴率を上げてくれてますね。ね、視聴回数を。もうなんていうんですか、こう、いずれ切り抜きに疲れるんじゃないかって、これさ、9万貫通。まだ我慢しないですね。そうですね、ちょっとまだ。イーソー、キューソーもつもぎってんで、まあ、本一ですね。あ、テンパイだ。サメちゃん、サメちゃん。まあ、いい。リチャサブローピン、イーピンにしますよね、普通は。サブローピン、イーピン、うん。カワちゃんが3ピン1枚持ってるだけ。なるほど。あと全部山。おチーピンはこう、おチーピン難しいチーピン来ましたね。どうせ難しい。あ、こっち回収。あ、まだ見せないですね。はい。9万の感想としてましたか。まあ、格は普通に取ってないんでね。さあ、現状3ピンも E ピンもそしてローピンも山に残っております。これ3ピン使えますからね。はい、積もった難しい、積もりますね。リーズも赤赤、ウーピン裏ドライターにしてドラ花。はい、失礼しました。あ、裏ドラありませんでしたね。はい、9000オール。あ、でかいね。でも9000オール、うん、いやー、これは軽快な羽ワンの角上がり、うん、9000オールでかいですからね。でかいですね。まあ、裏ドラこそ乗りませんでしたが十分でしょう。うん、あまりにも十分すぎる。さあ、この親をいかにしようとするか。なんかリュート貫通めっちゃ見るな。わー、いいシャンテンだ。なんかの貫通めっちゃ見る気がします。鼻抜いて、いや、あのね、他も悪くないんですよ。いや、そうですね、ここが良すぎるだけ。テンパった、もうリーチだ、リーチでいいか。ルーティンとキッチンシャンテンだ。誰か止めてくれよ。誰か止めてくれよ。今度笑いながらリーチしてんだよ。きついなぁ。わ、ハクトリツ。でもちょっと押したいですね、マサイルさんって。でも親リーチなんよなぁ。なんかペイかいいピンか。なんは役配じゃないので、まあ、何ぐらいはいるけども、なんかなぁって感じしました。9ピン、なんか言いました。ないなぁ。なんか言いました、今。なぁ。9ピンもちもち。で、ポッチがなくって、ウーピンが1位。ああ、意外に少ないですね。ウーピンが1枚だけかな、現状。そうですね。ただこれ、ローピンが通ったりとかすると、9ピン危ないかもしれません。そうですね。あれ？マサイロさんが追いつきそう。チートイツといいじゃん。めちゃめちゃ高い手で。あれ、チートイツと見るにはちょっと、なんかもったいない気がしますね。
あ、チーソーまっすぐバンっていきましたね、なんか。まっすぐではないか。なんとも言い難いですね。リャンソの方が広がりが狭いんで、リャンソ切る方がまっすぐと言い方もできるかもしれないし、そもそもリャンピンいらねえんじゃねえかっていう話もありますからね。うん、これですね。マサイロさん、パワソー行きましたね。パワソー行くってことは、ローソーも行くってことですよね、これ。どうせ通ってね、多い人、行った。ローソー全順通ったからよかったですね。ん？あ、なくなった。ホッチだけ。ホッチだけ？ホッチだけ？もうあと。ホッチも確かないんですよ。ない、ええ。なるほど。ほんとだ。マサイロさんの手にあるわ。ってことは、ええ、逆に急ピンが危なかったり、トーンかさすがにでも。一旦リャンピン、あ、一旦って言いましたけど、リャンピンも危ないですよ。リャンピン危ないですね。ちょっと待って、これリャンピン通って、パーピン通ったんで、うん、ーピン中筋ですよ。ああ、なるほど。いやー、でもこれ、サブローピン引いたときに、ウーピンが出るのかな。どうせ通ってないところがいっぱいあるんだったら中筋のウーピンだって通したっていいでしょって発想はなくはなさそうですね。そうですね。実際これ例えばサブロスやサブローピンの方がひっつきそうなんですよね。うん、確かにね。生地スースやウースを引けばね、スーアンコの香りもしますからウーピン出ないと思いますけど、はい、チュンポンでこれテンパイだ、6球ピンかな。いや、トイトイだって。実はトイトイの方が上がれそうです。ね、上がれそうですね。あ、これですよ。この時にウーピン切るかどうか、リャンピン、パーピンの中筋になっています。しかもさ、マサイロさんにも中筋になってますもんね。だよねー、当たると思わないよね、リーチ、赤さん。あ、裏も季節杯ですって。はい、ただ1万2000は1万3000。これはマサイロさんに押されたがゆえに、あれでしたね。いててててて。危なくなってしまいましたね。さあ、リュートン連続上がりになりました。8万点を超えました。展開結構上向いてますね。うん、なんか、いい展開だったんですね。ハイパイがちょっとね、もう反則ですよ、ね。まあ確かに。けど、まあ、順からから補充してるのを見てるからね、やっぱ、川ちゃんは。なおのことですよね。ぐーってありますよね。ただ、あれ、まっすぐ打つとしても、結局、リャンソーぐらいしか打つはずないですからね。うん、けど、まあ、その、マサルさんが言ってたから、ウーピン出てたと思うんですよね。言ってなかったら、多分出てなさそうやから。しかも、今の順から勝負だと、圧倒的にマサヒロの方が分がありましたからね。うん、確かに。ゼロ対断枚ですもんね。ええ。これをひっくり返して親の上がり連チャンにつなげました。リュートン、明らかに流れがあると言っていいか。いや、あるでしょう、これは。これでなかったらもう、もうちょっと冷たいわ、それはさすがに。おお、でもこれ、正弘いいですよ。いいチーピン引きですね。まだ、正弘、比較的傷が浅いですからね。こっから復活の可能性も十分ある。自覚親番ですからね。うん、母ちゃんも一矢報いたい。現在4統一。ドヒャーなんですか、これ。一通がなんか一応できてるみたいな感じですよね。パス層がちょっと浮いてますけど。いいシャンテンですよ。6つ。まあ、ドンキっていいんじゃないですか。ドラじゃないですよね。あ、スーピン切るんだって。テンパったって。さあ、どうしますか。とりあえず、まあ、どっちかの短期テンパには取ると思うんですけど、一旦ウーピン短期と。ちょっと待ってくださいよ、これ。一気通過に。ドラ赤花、これダマテンで跳ね回りますよ。うん、まあ、変わると思いますけど。リャンピン景色いいぞこれ。曲げるんじゃない、ウーピン切って。そんなバカな。さすがにか。あ、さすがにしない。実際リャンピンめちゃくちゃ良かったです。でウーピンがロンになってしまう時があるんけどならなかったね。さあ、スッチーピンのテンパイはスッチーピンに耐えました、ね、リチ。ああ、これ赤ウーピン一応山に一枚あるんだな。そんなん花抜いて悲しいけどな、ウーピン積もったら。あ、どうぞ、サメちゃん。いや、これはもうサブロッキュー層勝負でしょ。リーチって言った。サブロッキュー層飽きはしませんね。飽きはしないですね。川ちゃんに刺されちゃうんでね。これは上がれないやつ。リャンピンほらあったんちゃう。ありましたね。まあさすがにちょっとね、やりすぎ感はありますよね、リャンピン短期は。これじゃない、スッチーピンっつもんね。積もった。おー、いい出雲タイヤをピンフ、赤赤花裏乗るかどうか大事よ。
乗らんのかい。4000、8000の日本馬、6000、1万。十分です。でも、6000、1万になるんで、川ちゃんはでも辛いですね。そうですね。さあ、ここで大きな上がりになりました。裏ドラこそ乗りませんが、1万7000点の収入は、配給原点超えてきましたよ。ダメだ、さあ、ピントが。ぼやけてる、もう。ピンゾは分かります。はっきりと分かります。マサヒロさんがぼやけてるよ。リュートンなんですか、これ。鼻抜いて。どっこいしょ。子供は告知する。でも、なんか、ちょっと本いつも見れるから、あれしましたね。ダメだ。ああ、ぼやけてる。ダメだ。ぼやけてるけど、分かる。まあ、分かるか分かるけどね。ちょっと待って、これね、川ちゃんも。もしあれやったら対局ちょっと止めてもらってピント合わせてもらった方がいいかもしれないですけどね。え、これ多分ローソーです。多分ローソーです。はい、いやー、スター性が高い人だとぼやけちゃうんですね。ね。さあ、現在ピント調整中です。はい、ピント調整お願いします。サンリーグ、新規会員募集中。詳しくは概要欄から。いやー、E ピンの統一落としが順当に見えますね。うん、E ピンは確かにね、ドライ表示波で1枚見えてますから、E ピンは結構マジョリティに見えてきました。チーソーでもまあ悪くはないかなと思うんですけども、まあ大体 E ピンと思います。さあ、枚数をチェックして、はい、2ピンの受け入れを見ます。リュートンはね、すでにチュンを仕掛けておりますね。急走のポンがしやすいかもしれない。一見リュートンが速そうに見えますが、成就すると高いのはマサヒロですね。そうですね、親でもありますしね、1万8000以上クラスはありそうですよね。さあ、リュートンが足踏みをしている間にどうだ、足踏み。なんか母ちゃんもなんかずっとあれですね。そうなんですよね、しないというか、なんか今4統一だったところをちょっと一つ崩しましたね、うん、ちょっと辛いですよね。嬉しい、これが一番嬉しいです。じゃあ、まず。さあ、これでいいシャンテンだ。サブロキューピン二度受けですが、ローピンなんか入ると強いですよ。嬉、はい、しい。ローピンが欲しいのはリュートンとて一緒。ん？ん？ポンの声がかかりましたか。何のポンですね。かわちゃん、なんちゃです。これね、2枚目を鳴いたんですね。またポンだ。うん、さあ、リャンメンのイシャテン、今度は3ピンのポン。まあ、嫌っすよね、そのマサヒロさん目線は。そうですね、めっちゃ。さあ、テンパイだ、これでリーチいきますよ。いや、バシッ、なんか叩いたように見えんねんって。いや、叩いてます叩いたように見えるんじゃなくて叩いてます。なんかさっきね、マサヒロさん来てね、なんか叩いてるように見えますかみたいなことを聞いてきたんですけど、はあはあ、全然見えてますね。見えてますね。なんならバシントとかここまで聞こえている気がします。そうそうそう、音なかったらなんか言ってましたね。見えない、出た、かまちゃん見して。またもうすぐ隠す癖があるんだから、もう。もう配信対局なんだから、もう15半チャン目なわかるけども。サブロピンでもありますよ。そうですね。ドラだってよ。ピンが1枚ね、その。ここはテンパイだ。ついた。サブロソ、これローソ危なくない？大丈夫？さっきね、ウーソ引いてスーソ切ったの。おー。危ないね。なんだ？チーソだって。叩きつけすぎだろ。めっちゃ叩いてる。タクに穴が開いちゃうって。タク揺れてたんだって。あれでも、あれ見たらそれはリュートいけないっすよって。あんなバーン行ってる人おったら。いくらなんでもですか？キューピン切りそうに見えますけどね。いくらなんでもですか？キューピンって取ってますか？取ってません？取ってないですよね。じゃあ、端安全理論です。じゃあ、ウーピン切るんちゃいます？本当に？はい。片筋ですよ。はい。それではなんかチーピンとかツーストとかウーソーとか取ってる方を切った方がいい気がしますけどね。どうすんのかな？現状マンガンのテンパイです。うん、ああ、押した！もうこれ見たらリュートいかないですよ、絶対に。じゃあ、ウーピン切るか。はい、もうウーピン、そうですね、ウーピン。まあ、まずウーピン切りそう。そのようにした。だって、リュートン自身は全く無理する必要ないですもんね。そうなんですよね。
さあこれでリュートンがサブロスを切らなかったこと、わはー。でリュートンから目線スチャッソーがもうないなさそうに見えるんですよね。はい、通奏1枚切ってるんかと。もう完全撤退ですねこれも。いやでもこれお見事ですね、うん、こうすることによりましてなんと山に3層が1枚だけになってしまった。なるほど。しかも母ちゃんはこっちで上がることできません。スーチーピンか、もうやばいか。いやてかもうこっちはないんでした、すいません。いやーこれどうすんでしょうか、他に通る筋あるのかいと。切るの早いね。あ、切りましたね、切りましたね。相当勝負どころは持ってるんですね。さあこれローピンこっち来た。マサヒロの上がり牌です。はい。まあ、嘘を切りましょう。一旦ね。はい。うわー、これ、9層以外全部当たり牌だ。ほんまやな。全部って言いましたけど、チーピンも取りますね。スーピン切って。チーピン、9層。チーピンは切りやすそうですね。ロウソウがちょっと切りに、ロウソウじゃない、9層が切りにくいかな。チーソウでも、花抜いて4枚見えてますよね。なんで、まあ、ノーチャンスはノーチャンスですか、ね。あ、これは切れる。急走は。ただ、急走、急走といけば一応逃げられそうですかね。そうですね。シャンポンは。あ、これ、急走通りますよ、これ。これノーチャンスやから切りますよ。まさかポンって言わないですよね。いや、そんなことはないと思いますよ。ええ。いくらなんでも。だって、攻める必要ないですもんね。こうやってノーチャンスやで。これは止めんの？まあ、いくらなんでもか。残りがサブロービンだけですかね。サブローキューピンだけっすよね。だから、ええ、実際その通りです。だから具形当たる確率が高いんじゃないっていう読みでしょう。おかげでリュートンは楽々降りれる。いやサブローピンも上がりませんね、はい、じゃあもうサブローピン確ですね。なんか両面で当たる牌は、これはもうやめるでしょ。いくらなんでも今キューピンと今キューピン取ったんで、キューピンの方がいいかな、テンパイ維持するなら。でもキューピンにしましたね。もうさすがにここしかねえわと。いやもうここしかないですからね。だからちょっとでも順番逆やったら補充したかもしれないです、ね。ああそういうことですね。うん。後先が面白いですねやっぱ。いや母ちゃんも粘ったんですがね。うわリュートンついてるな、安全牌を上手に引いてきます。これも腕。これで正弘つぼれず。はい。無事逃げ切った。はい。さあ流局になりました。果たしてサブローピン待ちでした。さあ一人転敗で1000点ずつ払いますが、これを見て両者何と思う。母ちゃん一応ローピン見せなかったね。見せなかったですね。これがあの某お方でしたら、あの見てみてここローピンあって、ね、見せてた可能性ありますね。さあ連チャンになりました。正弘の親番ですよ。スタメンツありそうですね。いいですね。はい、良さそう。さあドラが花、うん、花ここに1枚だけ。あめっちゃいいな、しかも形いいな。あでも地配がちょっと揃いが悪いですが、ピンズの揃い次第では早いかもしれませんね。そうですね。どうするどうする。甘えないな。まあ、しばらくはまっすぐ。両ピン、キューピンなんかね、使いにくそうだから切っちゃっても良さそうなもんですけど、甘えないですね。甘えないな。ちゃんとハイ効率最大で受けてますね。受けてますね。えらいね。でもこれぐらいならちょっとね、なんかちょっとそのピンズの 今現状は残ってるピンズのくっつきが弱いんで、自敗残しても良さそうっちゃ良さそうですけどね。なんかパワー層のポンとかから入っても面白そうですし、特にこれパワー層割とわほら、うん、これはチンに行きますか。イースチーソー二度受けになっていますが強そうですよ。うん、そうですね。おお、でかいね、これは。はい。これ、数素引いたら、ピンク一気通貫、そうですね。鎮逸イーペーコン、テンパイになりますね。数素三山？数素三山、まあ、他にもテンパイする牌あるんですけど、これ、数素引くかどうかって大きなさ、まあ、チーソーでも一応数素が高めになりますね。そうですね。急須だけが最安め。まあ、最安めって言ってもあれやけど、ね、まあまあ、花花とか抜いてるからね。まあ、数層引きが熱いってことだけは覚えておこう。激熱です。激熱ね。はい。もう魚群流れてきますから、これ。
なるほど。ズヤ、あ、いいもんでしょうね。あ、ここに数字が来た。これ嬉しいですよ。いいじゃん。いや、これも。あ、ポーズするんじゃないか。おお、いや。いや、動かじ、動かじ。動かし、まあ、ローソーパーソンのシャンパンが弱い。確かにローソーパーソン、うわー、これはテンパじゃないんだよな。ないんですね。でも一旦ペイ切りそうですけどね。一旦ペイ切って今度のウソローソーポンしますか。よっこしょ。今度のウソローソーがあるんかわからんすけど。ただね、ウッパーピンかなりいいですよ。さあどうする。スーピンが早い、6巡目。なるほど、行きましょう。こっち神目線、 あまりにも行く。トリプルクラス見えますからね。あ、スーソ欲しいな。欲しいな。めっちゃんこ欲しい。あれ、ちょっと待って、これテンパですね。3ピンか。あー、良さそうに見えますね。パサイロさんが名前使ってるか。ええ。ポッチが見えてない分。いやいやいや、筋だ。これ、今スーソ引いたら捉える。これ、今捉えれるで。急走黙ってんにしたら捉えれるで。あー、危ない。今、チーソー捉えれるで。あ、今やったらそのチーソー、ああ、くっついた。でもね、これチーソーレンダーは普通にありますよ。ありますよね、全然。全然ありますよ。だって、リャンピン切れないなら、E ピン切るかチーソー切るかの2択だと思うんですよ、これ。そう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 。クモの糸のパーソーになるか、振り切って地獄の外に落ちていくか、E ピン切った。おお、熱い。じゃあ、リュートンはこのスーチーソー。神田田ならぬ川田田。ギリギリで蜘蛛の糸にしがみつきました。テンパイまで取れた。よくチーソー1枚で済んだね、これ。すごいね。まさに首の皮1枚。これで勝負の展開大きく変わるのか。これでロッキュッソ買ったらめっちゃ熱いけどな。曲げますか。曲げまで考えてますかね。そのようですね、はい、開けますか。開けません。リュットンどうする、これ。曲げる。うわー、ウーピンか。アウトだ。当たりますね。当たりますね。ここまで黙ってにしちゃるから、しかもこんなに自分で想像ブロック持ってるから、ウーピンは超危ないですね。降りられます、大体これ。いや、降りれるんちゃいます、これ。一応ね、チーソーは両方に通ります。今多分トップ目ですよね、リュートン。そうですね。なんでイーソーも、イーソーもほぼ通ります。通りそうですよね。これ止めれるんちゃいます。リーチだー。さすがにトリプルは降りれないかな。リーチピンフ赤赤。裏は違うんだ。2万だったらすごかったんですが、漫画です。1万2000でした。1万2000は1万3000。面白いじゃん。腹くくる。今のかっこよかったな。そうですね。何がすごいって、蜘蛛の糸の神田田なら川田田ですよ。あれすごいな。あの瞬間だけはな、多分バーソー。絶対無理だと思いましたね。あの瞬間だけやったのにな。だから黙ってにしたんやろうけど。いやー。地獄の底の釜が口を開けて川ちゃん飲み込むその寸前。川ちゃん踏みとどまりました。いや、そしてやられたのはリュートン。いや、でもそのウーピン覚悟決めて切るときめっちゃかっこよかったですね。そうですね。うん、宝珠とはなりましたが、いやー、これは三者三様の矜持が見られましたよ。もちろんピンズ持ちのね、ええ、まあ、あの正弘さんも強かった、ね、もちろん良かったんですけどね、ええ、さあ母ちゃん、これで乾燥素引き入れて換算ピンを払っていく。急走がちょっと早い人いるから、そのちょっとだけパーソン良さそうみたいなやつですね。自家製のシャアアンコにしたのはリュータンだ。まあでもその統一統一のパターンだったんであれです、ええ、わあ、ちょこれいいですよ。数ピンから残したのよかった。これで寒ちゃんをもう一回払う。いや頭を潰す寒ちゃん両面のいい射点、うん、ローソー引きでのなんか三面ちゃん変化とかもありますもんね。ちょっと待ってください、ね、これみんな急激に手が進み出した。またぶつかるよ。ぶつかるよ。リシャカンパソー。あ、パーソー置いてる、パーソー置いてる。危ないよ。現状順からなんか、でも危ない、パーソーが危ない。でもチューンが現物ですか。一旦チューンは打ちますけど、こっちのパーソーの方が安定してますね。安全そうですね、こっちのパーソー。まあ EP から切りますか。
バチって言ってますね、バチって。あ、待って、ポッチがあるんじゃないですか。そうですね、ポッチがありますね。で、ちょっとこの3ピン引きでちょっと2ピンくっついちゃったのが危ないかな。でも2ピン取ったんか。そうですね、一旦こうしますか。でもあのパーソー時間の問題な気がするな。まあ最悪母ちゃんには打っていい気がしますけどね。まあこれ何してるの、パーソーじゃないですか。これはもうパーソーじゃないですか。まあ打ってもいいと思いますけどね。ちょっとアヒル口になってからパーソーだ、うん。さあこのパーソーを川ちゃんが捉えますが、リーチドラーカーかは漫画までですね、8000は1万、うん、まあ1万ならいいでしょう。え、実際この1万点を払ったとてですよ、ね、うん、まあでも正弘がちょっと遠くになっちゃいましたけど、え、まだトーン3曲あ、そうですね、はい。あ、そんなにですか。ええー、まだそんなもんですね。あのめくり忘れとかないですね。ああ、はい、そんなにですか。なんか気分的にはもう何の2曲ぐらいかなって気がしますけど。それが何入がしてそうな気持ちでしたけど。まあ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 遅いです。そんなにですか。はい。最初リュートンの2連チャンからスタートしますんでね。うわ、プチ三元。なんですって？プチ三元。チューンが？山さん、山か、初が2山、あれ全部あるじゃん。あるね。どれだか見せてくれますか。これまで役満の片鱗を見せていたのはずっと正弘だったんですが、さあチュンはしまわれた。今引けばあるよ。熱いね。今引けばほっ、じゃあ応援しちゃってるな、なんか。あかん。公平に見ないと。鼻抜いて。うん、でもやっぱ見たいのな。土俵はいいとこ引いた。チュン切っていく。これチュンは誰も動くことはできない。あれ？メンホンちゃんたイーペイコ。ペイコ？イーペイコか。イーペイコはイーペイコか。メンホンイーペイコ。あ、チュン切った。あ、急走ないわ。え？ショック。急走ないし。リュートンチュン切ってるし。あれ？何この人たち、ストイックだねこのチュン切れる人いる、あ、ストイックだね。まあ川ちゃんの親はやらしたくないですもんね、リュートン目線だから。あんまり赤も切っちゃう、ひょっとして。あんまりローピンちゃいますよ、さすがに。どっちかな、どっちかな、赤切るってストイックだね。いやー素晴らしいですね。ストイックだね。さあ、これがトイトイさん、これ受けるでしょ、さすがに。漫画のテーパーですよ。うん、積もったら羽マンなるやつですね。そうですね、3個つきますね。はい。チーソーはもちもちですが、パーピンが2つ山にありますね。なるほど。パーピンでは正弘さん使いもんな。入った。ね。さあどうする、ちょっとリーチは見るか数ピンと急走のシャンポンは急走を切ってきますか。急走が一切れ、なんか絶妙っすよね。嘘のひっつきで作り直すか、数ピン切り、あ、なるほど、嘘のくっつきにしましたね。確かに数ピン切りって言ってもね、あるかもしれませんが、どっちかあるかなと思いましたけど、どうだ。一旦、まあ、まずは急走、急走するでしょ、これでペンは安全パイに使えます。で、母ちゃんが急走全部見えちゃったんで、役配次絶対ポンしますね。そうですね、役配っていうかその G はポンしますね。もうあの急走見えちゃったらつまんねえなって感じですからね。あー、これで受けが広がります。ローピンも使える。当てば、あ、嬉しい、こっちの入れ目は嬉しいね。おう、ダマ点にしましたか。ナンシャーのシャンポン待ち。ナンシャーシャンポン。四山。あらあら。あ、じゃないな。三山。そうです、三山、ね。しかもシャードラか。そうなんですよ。あー、数ピン積もってたけど。いや、これで両層で一応積んじゃないですか、まあ、まあ、そのための、まあ、急層ですね。横に、向けた。わー、ピンやいな。見ました今。でもこれさらっと言ってるの見たら、ちょっとリュートンも止まるかもしれないですよ、何社。あ、変わる、これ変わん、いや、一枚ないですね。するわけないですね、そうですよね。即撃死にしたってちょっとリスク大きいですからね。大きすぎますね。早いな。しかし、母ちゃん、シャリムにリーチは打ちません。そうですね。
これ何もシャーもあると。さあこれで曲げるか。リーチだ。うん、リュートンから出なさそうなの見てあれしてますね。あー、こういうのがねいたずらなんですよね。まあ、これで初切るんじゃいます。シャードラのシャー初って言っていいですね、はい、ドラのシャーがションパイなんでね、さすがにこれシャー切ったら逆にすごいですけどね。いや当たります。まあ、おーおーって言います。そんなわけないですね。そんなわけないですね。あーキッズ、しかしまだ何もシャーも1枚ずつある、うん、おリャン嘘だと枠吸収してる、ね、積もった。リーズも赤4派だ。裏乗ってバイバーイ、ね、6000、1万の1枚。川ちゃんここでもまた取られちゃう。さあバイマンの1枚、これはさすがにちょっとトップが大きく近づいたと見ていいんじゃないでしょうか。まあそうですね、ええ、まあまだね今から難入ですから油断はもちろんできませんが、はい、ちょっとバラバラ、まあバラバラとはいかんか。リュートンさん、さあこちらハクとチュンが仕掛けやすい形です。ウーピンがダブドラでこれが統一。さあ再びビッグチャンスが正弘に訪れている。ですね、これ川ちゃんからトリプルを上がるとゲームセットですね。まあ、トリプルそうそう出ないですからね。だどうでしょうこれ、例えば全部自力で揃えたりとかするとちょっと危ないですよ。まあ、それはさすがにポンかな。あのリュートン2着目のリュートンさんの親を流したいんでここはポンですね、はい、続けて、いやチュンをちょっとと踏みとどまったが、しかし打つ。まあ嫌な気分ですよね、リュートンさんは。嫌な気分というか、まあその、ええ、なんか。そしておそらくですが、これでリュートンが初を鳴く可能性がかなり下がったと言っていいでしょう。そうなんですか。おそらくですね、はい、川ちゃんが初切るはずがないんですね。あ、まあ、あ、そういうことですね。初出たら泣くけども、そうですね。川に出ることが少なそうみたいな。ええ、確かに、それはそうですね。つまり、リュウトの手が進むのが遅れるということになるんじゃないでしょうか。うん、そうか、マサイルさんが初を1枚切るかですね。そうですね。あと1枚ありますね。いや、でもどうでしょう。勝負かけるんだったら切ることあるのかな。まず3ピン切るんちゃいます川ちゃんのタイプへと。これ、カンリャンソとか入ったら切りますね。そうそう、カンリャンソはリーチそうですけど、スッチャッソはなんか外しそうなイメージですね、川ちゃん。さあ、どうなるか。いやしかしね、実はあの意気揚々とハクとチュン泣いたもののですね、残りがまあまあバラバラですからね。けどまあダブドラのウーピンがね2枚あるんでね、これそれだけでとかになったらすごいですけどね。なんかいっぱい押す材料がというか、一旦ガン3ピンができてるやつ、9ピンも残すのはストイックですね。ウーピンの受けも残してペースしてますか。それにした、まあ、ウーピンの受けはやっぱ絶対欲しいですよね、ダブドラなんで。鼻抜いて、うわ、うまくいった、うまくいきました。これでもういつまで見える、大きいねこれ。あの怖いこと言っていいですか。はい、マサヒロ、はい、ウーピンをアンコにすると、はい、トリプルです。ああ、なんか言うてたな、トリプルなんか想像できないって言ってた気がするな、なんか。現状9班の倍満です。なるほど。さあ、ロピンアコ。うん。もうウーピンいらんと。いらんか。うわ。おい、まあ。わわわわ。しかも、かわちゃん3ピンいらない。切るかな、どうやろうな。でも、初をもう切らん、ね。初をもう切らない人やから。おりますか。はい。どうでしょうね。あんま切らなさそうやけどね。初を切る。積もっていくトリプル8000、1万6000。白春本一、ドラドラドラ、赤赤赤花。11番。山さんだったんですよ。あいや。とんでもない3倍満を決めて10万点を軽々と超えていきます。そしてリュートンをやっかぶり。これでリュートンはまあどっちかと2着シュートになりますよね。もうちょっと上を目指すのはほぼ不可能、下の方が圧倒的に近い。だから初は仕掛けましょう。
そうか、母ちゃんからも派手も上がるか。これはだから、あ、仕掛けましたね。はい、そうですね。うん、なんか派手もできそうじゃありません、これ。E1 ドラやし。E1 ポン？はい。朝広が切る？切りそうだね。朝広もこれ何ポンするんじゃないですかね。あ、テンパイだって。あ、テンパイか。テンパイはもうテンパイだな。もう8000でいいですか。これ E1 出てもポンって言いませんか。待ってください。まあ、さすがにやんめんなんで、ポンはしなさそうですけど。というかもうあっさり積もるもありますね、これ。そうですね。あ、これ E1 出るんじゃないか。まあ E1 出ると思いますけど、泣かないと思うんで。どうだ、微動だにせず。まあさすが、まあ、短期になっちゃうからね。そうですよね。ハネマン直ならまあ美味しいですけど、それ以外のハネマンは別にまあ、どっちでもいいから。一旦は、かわちゃんさえ話せれば別にいいんですもんね。そうですね。妻でも嬉しいか、なんなら。ふわっとところでイーシャンテンダー。なのはポンテン取ることできますが、果たして1枚目から仕掛けるかどうか。2はこのイーシャンテンダー。あ、で。一応9の3色どうこう考えてますか、これ。立つ方はないよな。急きょね、そうですよね。一応関連層の受けありますからね。ただ関連層入るとイーソーが補充です。あ、ポンテン取りました。なるほど。9番がねえんだわ、あんまり。1枚しかねえから。はい。9番とイーソー。あれ、イーソーこれちょっと待ってください。正宏さん、あなた一つ噛んだらダブルになりませんか？確かに。え、仕方ねえ。にゃんぞーとなん。つもってんか。トイトイさんあんこ、ハク1、2、3は倍満です。6000、1万に強奪1。一矢報いまして、これ順位変わりますね。でかー。オーラスですか。見事なバイマンのツモでオーラスを迎えまして、リュートンとの天才1万点のはずですね。はい。さあ2着争いが大変熾烈。リュートンさんはマンガン、マンガンツモですね。ハネマンでやがる。ええ、まあカバちゃんはちょっと上が高すぎるんよな。まあもちろんあの正弘から直撃取れるようならね、うん、これに越したことはないんですが、けどリュートンのリュートンにも押し返しづらいんよな。そうですね。さあこちら現在ドラがウーソーですので、赤いウーソーを持ってると数えられるんですが、全員持ってるんですよ、うん、あ、動いた。これで満貫だ。リュートンがいち早くチュンを仕掛けていきまして、チュン、花、赤、ドラで満貫のイーシャンテン。席順はあんまり良くないんか。その見逃し、マンサヒロさんからの見逃しの順はちょっと良くない。そうですね。さあ、2目に振り返る。キコちゃんもイーシャンテン。さあ、イーシャンテン。酸素は踏みとどまって、遊んでるキューピンの方から先に切る。いやー、悩ましいけど、いらないか。先に小そう。これなら、ウーソー引いた時に使えるんですね。そうですね。え、まあ、実際はないんですけれども、こういったの準備の受けがやっぱり正確ですよね。大事ですね、やっぱこういうの。んとっ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 と、今、ポンしようとしました。でも、ポンって言ってない。ポンって言ってない。腰を使っただけ、いかない。これはやめますってことですね。これ2枚目の拍だったんです。1万8000ですもんね。まあ、やめてもいい。まあ、振り込みはしたくないよっていうあれですね。ってことですよね。自分からは決めに行かないさそうですね。どうぞそちらでご自由にと。はい。一応、2枚目は作るけどと。おそらく、かわちゃんがリーチって言うと思うんですよね。なんか、誰かを灯せそうな展望やったら別にいいんですけど、ええ、そうではないですからね。さて、これは一応、両面両冠の受けが作れますから、EP3 ピン外してもいいんですが、白が完全にお荷物。まあ、そうか。今、これで白、白でも別にいいし。しかも今、白に腰使っちゃったんで、ポッチ持ってることがバレたんですね。確かに。さあ、リャンソビキはイースーソの受けも作ることができる。マサイラさんのパーソーチーソーはロスしますけど、安全牌のハクハクを残したって感じですね。そうですね。そして、の方がなんか役割テンパイ
って言ったんですか、ええ、に近づくというか。さあこれでサブロー9層2度受けのいいシャンテン取ることできる。リアンスを打つか、打たない。ウーソンヒラキのために備えておく。だとするとなら白白なるか。これつまり正宏転敗したら、はい、リュートンがリアンスを打って終局ってありますね。うんうん、あれなんかカバちゃんでなんかこんなんやったっけ。あのね、実はねイーマンイーマンって話したんですよ。あ、なるほど。酸素にリアンソがひっついたんで。そうなんだ。へえ。つまりこちらもウーソを引いたら使うよということだと思うんですよね。なるほど。実際はないんですけれども、リアンソここで話していく。これはね、今度こそ白ですか。白ですね。ポッチのようにバレてるから一応もういいんじゃないの。と思うんですけどね。じゃあ何の腰だったんだよって話ですよね。はあ、ははあ、イーマン4を先に切っていく。あ、テンパイですよ。短期テンパイね。あんま嬉しくないけど、まあ。ただこれ、ウーソにするメリットはほとんどありませんが、一応ウーソ短期。ウーソツモだってあるでしょ。ウーソツモは残るから。ね、ただ、ないんですよね、シンプルに。ああ、まあ、ね、じゃあ、サブロスの方が良かったかもしれんってやつか。このキューピンもね、頭が4つありますからね。あ、3つありますからね。リュートンにサブローソが若干切りづらいかもしれないんでね、もうこれワンチャンその伏せるかもしれないですね。あ、やめますか。はい、ね、まあ、そうですね、このキューピン。まあ、ウーソローソ縦重なりした時だけ、まあ、行くでしょうけど。そして、また、母ちゃんの体が左に寄っています。いやー、いいよ、もう。もういいよ。あ、そうか、やっぱりテンパイって読んでるんですね、あれ。今のあの正宏のリアピンの切り方。いや、そうだ、あの打数層はあまりにも強烈すぎるんで。さあ、これでイースーピンのテンパイ取れますけど、これ足らないんですよね。ああ、そうか、逆転したいから。そう、足らないんですよ。ちょっとこれ川ちゃんチャンスなのでは。てかテンパれるこれ。なんでウーソーローソー縦引きだけ、まあローソン縦引きがあるかちょっとわからないですけど、ローソン縦引きは多分曲げれますし、イースーソーはちょっと微妙かもしれないですね。ローソンに1枚だけあります。ローソン1枚だけある。イースーソー今ウーソー見せちゃったな。リアンソー通るな、これ。これラッキーかもしれないですね。この3層はめっちゃいいつもかも。これスッチーソーでもいけますね。そうですね、これでリアンソーリュートンさんの現物なんで切れるんで。ええ、再び感知その受けができるパーソー。まあ別にリュートンのパーソーがもう危ないと思うならばって感じですけど。ああ、もうイースその受けはいらないと。パーピンがちょっと嫌なんですね、やっぱり。まあ正直あんまり、まあちょっと暴論になってしまうかもしれないですけど、あんまり親を続けるメリットがないというか、正宏さんが遠すぎるんでね。もうここで伏せるっていう手はだいぶありやと思いますけどね。いや、痛い。パーピン切ってればストレートにテンパイ取れていた。まあでも三層危ないすぎるんでね。やめですか。まあ言いそうは。言いそうはまあ行くとして。はい。まあ筋やし。当たった時にそんな高くなさそうみたいな。これつもぎのが効果ありそうですね。いかにもテンパってそう。いや、テンパってるんですけどね。テンパイはもうバレてるんですね。さあ、リーチが飛んできますが、リューソが薄い。黙ってんちゃいます？パースはパースだけど。何ですかの切り方は。逆にバレるような。ああ、リャンソー、ニヤマですね。リャンゾーがニヤマってことですか？ええ。ウーソーはもうないんですが、鼻抜いて、リャンソーひょっこりあるよ。ひょっこりしない。ロービン現物なんで切りますと。ちゃんと中から抜きますと。いや、もうパースでバレてるけどな。カワちゃん、これで泣き仕掛けも効くようになりました。積もった、うん、積もピンフドラ赤赤赤はこれ跳ね間の流れになりました。4000発戦ですね。大きいですね。はい、ただ4000発戦では、チップの払い枚数に影響はありません。あ、そうなんですね、はい、じゃあいいんちゃいます。はい、ということでございまして、高田正宏11万点を大きく超えるトップとなりました、うん、そして2着に母ちゃん、うん、3着はリュートンということになりました、うん、なるほど。
はい、というわけでございまして、はい、15戦全て終えることとなりました、はいね、でただリュウトンも今ラスにはなりましたけど、それでもまだ70枚以上のチップを、ね、2連勝してましたもんね、はい、前半折り返すこととなりました、はい、まだ後半ありますから、そして最初もあんなに死にそうな顔してたのに、はい、おそらく50枚以上のチップを持ってね、はいはいはい、後半折り返すことになるかと思います、はいはい、ではまたね後半戦16回戦以降のまた大会がお待ちいただければと思います、はい、では次回放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。